皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は音型の面積を求める練習、これをやっていきましょう。音型の面積求める式は半径×半径×3.14×360° 分の中心角、ね、こういう式でしたね。この式はね、皆さん覚えちゃってくださいね。で、この面積を求める練習3問やっていきます。では始めます。音型の面積を求めましょう。括弧1番、ここに音型が書いてあります。中心角150度ですね。半径は6センチです。ですから 6×6×3.14×360° 分の中心角150度ですから150と、こうなりますね。で、これを360分の150、約分します。30で約分しましょう。30で約分すると上は5と、30で約分すると下は12になりますね。で、12と6約分しちゃいましょう。で、12と6約分すると6で約分すると2と、ここが1になります。で、ここの2、ここの6と約分すると2は1に、6は3になりました。と、整数部分は 3×5 ですよね。つまり3515×3.14 と、こういう計算になります。まあ、もちろんね、この 3×3.14×5 と、こういう順番でやっても構いませんけれど、先に 3×5 をやっちゃった方が計算簡単ですので、この 15×3.14 にしました。これを計算すると 47.1 ですから、括弧1番の面積、これは 47.1 平方センチメートルと、このようになります。では括弧2番に行きましょう。ここに音型があります。この中心角ね、このマーク覚えていますか？直角のマークですよね。直角というのは90度です。ですから中心角は90度ということが分かりますね。そして半径は8センチですから、半径×半径×3.14×360° 分の90度、こういう式で求められます。ですから 8×8×3.14×360° 分の90、こうなりますね。この360分の90を約分すると、これは4分の1になります。この4分の1の分母の4と8を約分します。そうすると4は1、8は2になりますね。8に16×3.14 ですね。16×3.14、これは 50.24 ということなので、面積 50.24 平方センチメートルと計算できるわけですね。では最後3番です。今度は図がありませんけれど、言葉で書いてあります。半径10センチ、中心角72度の音型です。半径10センチですから、10×10×3.14×360分の72と、この360分の72約分すると、実はこれ5分の1になります。で、分母のこと10を約分します。10×2 は20ですよね。20×3.14、 これを計算すると 62.8 ですね。ですからこの面積は 62.8
平方センチメートルと、このように計算できました。よろしいでしょうか。今回は音韻型の面積を求める練習を3問やってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。